岡田監督コーコールドに怒り消化試合ちゃうんやから。試合後の岡田監督は会見の場に姿を見せず、クラブハウスへの通路を歩きながら苛立ちを隠そうとしなかった。喋る気にもならん、喋る気にもならんよ、消化試合ちゃうんやから。台風の雨やろ、3試合中止にしてるところもあるのに、天候について問われ、天候って台風で中止にしてるやないか、何言うてんねん、この天気やろ、台風。野球規則では球審はプレーを中断した後少なくとも30分を経過するまでは打ち切りを命じてはならないと規定されている。一方でセリーグのアグリーメントでは、試合続行が不可能と思われた時には30分を待つことなく試合を中止することができると定めている。この試合では30分を待たずに終了となった。残る2回の攻撃に逆転をかけていた岡田監督にとって、早すぎると思えた打ち切りの判断に納得がいくはずもない。シーズンが大詰めを迎え、一戦一戦の重みは序盤戦とは比べ物にならない。その思いが消化試合ではないという言葉に表れたのだろう。そもそもこの試合は巨人にとっては不利な状況の試合だった。先行目の巨人が勝つには表で得点を取っても裏を抑え、そのイニングを成立させる必要があった。勝ってたらこんなこと言わなかったのでは。最初は降ってなかったなら試合はやるだろうし、雨が降ってくることを見込んでリードできなかったのが悪い。まあ7回の巨人の攻撃中からかなり雨足が強くなって、中断すべきと思って見てたけどね、あそこで点が入っちゃったから止められなくなって、無理して7回裏までやった感じだね。勝敗ではなく岡田監督の言う通り、消化試合とはわけが違う。消化試合じゃないから霧のいいところまでやったんでしょう。8月27日からは連盟の管理になるんやね。5回までに勝ち越して雨なら逃げ切りって思ってたけど、そううまくはいかんかったな。まあこれは怒りではなくぼやき、これがわからないライターなんやね。巨人リードしたからコールドしたんでしょう。阪神がリードしたら最後までやったよ。ジャンパイアだもの、仕方ない。岡田監督の采配負けです。今年は監督で負けたゲームが多すぎますね。阪神の甲子園8連勝も巨人の甲子園4連敗もこんな形で止まったんですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。